それ、あなたにぴったりの物語かもね。次はお見ててあげる。1890年アメリカ太平洋サンディエゴビーチを人類史上初の乗馬による北米大陸を観戦に来ていた車椅子の青年ジョニー・ジョースターは、ジョニーはジャイロの鉄球に触れたことで動かないはずの自分の足、希望を見出したジョニーはレースに参加してジャイロを追い、鉄球の回転のレッスン。僕は回転の力を身につけたい。回転のレッスンはハードだぜ。ラウンド1ファイト。タスク回転の身につけたい。タスク敵の声、タスク、メキシコからの無理だ。タスク、オーラオーラ、タスク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 、気高き上。何が言いたいんだ。うわ、そう、君は受け継いだ人間だ。飢えなきゃ。ファイト。タッチ。タッチ。爪の効果。タッチ。もう一回。やばい。どう。どう。待って。そこまで行かない。本当に捨てちゃうぜ。本当に捨てちゃうぜ。黄金回転の爪だ。スローダンサー。お前さんの言う通りか。ジャイロ・ツェペリに対する一つの疑。俺の鉄球をもう一発。まさか。イエスイエス。正当なる防衛だよ。隠れなくて。オーラオーラ。俺の鉄球をもう一発。試練は流される血で終わる。行われるのは生贄だ。お前、ジョニー。ラウンド1ファイト。正当な防衛だ。
くかなり。なんだって。こうだけを追っかぶった人し、しと爪の方が回転と助け戻ってこい。助け助けスローダー。正当なる防衛だよ。こうで突進く。かなりムカついたぞ。やばい。スローダー戻れ。正当なる防衛だよ。正当なる防衛だ。正当なる防衛だ。回転は穴になっても知らないぞ。まさか回転の爪だ。回転の爪だ。自分の両足で甲板に立った彼は、過酷の大西洋を渡って